家康は上洛を果たした信長との盟約に従い、三河伊東への勢力拡大を画策していた。そんな折、甲斐の武田信玄より使者が訪れる。それは共闘して駿河の今川家を攻めようという誘いだった。今川家は桶狭間の敗戦以降、王子の勢いを失っており、信玄の誘いは徳川にとって渡りに船と言えた。しかし家康の妻瀬名は今川家一門の出である。駿河攻めは瀬名に辛い決断を強いることとなった。駿河侵攻。瀬名、私は駿河を攻めることにした。何ですって？駿河は今川の本拠よ。織田に寝返った挙句九州を討とうだなんて。しかし私は。なんてね。いいわよ、分かってるから。信長に三河伊東の攻略を託されたんでしょ。私は桶狭間でおじさまが死んだ時に徳川と共に歩むと決めたの。だから私のことは気にしないでいいわ。あんたは徳川のためにやるべきことをやりなさい。瀬名、すまない。そなたの覚悟を無駄にしないためにも必ず勝利してみせよ。ひねってあげるわ。格の違いを見せてやるわ。家康殿、こたびの共闘礼を申す。こちらこそ。今川を討たねば三河の平穏はありません。信玄殿の助力を得られたこと幸いに存じます。駿河攻めは三河の平穏のためだと。いえ、それだけではありません。駿河進出は織田信長の盟友として果たさねばならぬ使命で。家康殿には己の野心というものがないのか。まあよい、武運を祈る。は、信玄殿もご武運を。
武田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。優勢とはいえ何が起こるかわからない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。ほらほら、くらいなさい。このままでは今川が滅んでしまう。敵将討ち取ってやったわ。叶う相手ではなかったか。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないと。順調に進んでいるな。吉本校を失った今川はやはりこの程度か。開門。俺にやらせろ。やっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。吉本様のご恩に報いるは今。この命に代えても氏真様を守らん。今川一門の私が解けば心も動くはず。やってやるわ。骨がないわよね。次よ次。おじさまが亡くなって今川は終わったのよ。無駄な戦いを続けて命を粗末にしないで。自らご活躍とは恐れ入りますな。三代何をしに参った。相変わらず愛想のねえやつだ。拷問のよしみで手を貸してやろうってのよ。徳川には瀬名様がおられる。ならば我らも悪いようにはされまい。覚悟なさい。敵将討ち取ってやったわ。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。覚悟なさい。物足りないったら。くらいなさい。ここを抜けたくば拙者の首を取っていけ。皆さん、伸びゆく死刑に忠を尽くす。この乱世に珍しき武者。開門。今川をさらに攻め立てよ。一気に終わらせて楽にしてやれ。武田にばかりやらせるかよ。徳川には俺がいるってとこ見せてやるぜ。歯応えのないことだ。抗おうと無駄よ。完全に囲まれたか。もう終わりだ。抗おうと無駄よ。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。手を知らぬ下道どもに節追を下すべし。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。覚悟なさい。
本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。我が本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門開門。抗おうと無駄よ。氏真が飛び出してきたようだ。早急に追い詰めましょうぞ。急げ。任せなさい。よかろう。上杉謙信、越後の軍神がなぜ駿河に。天の大義なことだ。上杉勢を迎えて。懲らしめてあげる。俺にやらせろ。氏真が私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。なんとかしのげたようだ。抗おうと無駄よ。この間攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。そこをどけ。私は諦めぬぞ。謙信殿と共に戦うのだ。任せなさい。氏真を救わぬままに私が倒れてはこの駿河に正しきを示せぬ。俺にやらせた。謙信ならばまだ何か仕掛けてくれ。小詰を出して警戒させておけ。使ったか。構わん、このまま攻め立てる。答えのないことだ。愚かな。悪が違う。叶う相手ではなかったか。火のごとき攻め、さすがは父上です。この俺の後輩を突くつもりか。抗おうと無駄よ。爪が甘かったな、謙信よ。相手ではなかったか。ああ、物足りないったら。骨がないわよね。次よ次。耐えきれず、引かせてもらう。叶う相手ではなかったか。セナは強いな。私も負けられぬ。耐えきれず、引かせてもらう。父上、申し訳ありませぬ。今川の意向、私の代でついえることに。侵略する者は火の如く。相手をせよ、信玄。分かろう。来い、謙信。
と無駄よ。勝負は預ける。いずれまた相まみえん。横槍が入ったが片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。セナ、辛い戦いを強いてすまなかった。辛いですって、バカにしないで。私はそんなにヤワじゃないわ。そうか、すまない。謝ってばっかり。私に同情しているの？だとしたら勘違いもいいとこだわ。私は徳川とあんたと共に歩むと自分で決めたの。決めた以上は足を引っ張りたくないし役に立ちたい。だからこれでよかったのよ。それよりあんたは考えることがあるでしょう。この先も道は険しいわよ。セナ、ありがとう。これからも未熟な私を支えてほしい。仕方ないわね。私がちゃんと見ててあげるから、徳川の当主として立派に戦ってみせなさいね。武田信玄ってのはおっかねえ野郎だったな。敵じゃなくてよかったぜ。だがいつ敵として対峙することになるかわからん。我らも武田に対抗できるだけの力を蓄えねば。そうだな、もっと強くならねば兄上の役にも立てないだろう。では俺はこの辺で引き上げますぜ。桃地殿、こたびは加勢いただき助かりました。半蔵、見送って差し上げろ。はお前と一緒に戦ったのはいつ以来だ。楽しかったぜ半蔵。三太夫、お前は伊賀忍団を抜けた俺を恨んでいるものと思っていたが。過ぎたことだ。もう気にしちゃいねえよ。何かありゃ声をかけてくれ。じゃあな。相変わらず腹の読めの男だ。